で11レース2乗戦1着になりました神奈川の北井選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。本日は、3分戦で前受けになりましたけども、まず園田選手を突っ張りましたけども、あの辺りっていうのはもう元々突っ張るつもりだったのか、結果によっては出させることもあったのかっていうのはどうでしょうか。まあ、切りに来る切り方見てっていう感じではありましたけど、まあ、あの形のこう切り方というかだったら、まあ、突っ張った方が、まあ、しっかりラインに決まるかなというふうに思って、まあ、パーッとうまくこう、なんていうんですか、長い踏み合いにはならずにやめていったので、うまいことペースでいけたかなと思います。残り一瞬のズレでは増谷選手も抜けそうだなっていう感覚があったらしいんですけど、やっぱりあの辺は北井選手の見方がすごくうまかったのかなと思うんですけども、その後に意識というのはやっぱり後ろの尾形選手の意識とかもあったっていう感じですかね。もうそうですね、まあそこまで行ってこうかまされることなく、またまくられることなくっていうゴールまで踏み切れるペースでっていうので、まあ、こううまくかけれたのかなと思いますし、もう最後はもう本当にこうラインでゴール前勝負になりましたけど、しっかり押し切れて最後まで踏み切れてよかったなと思います。状態としては2走してどうでしょうか。まあ、昨日より今日の方が、まあ、長い距離行けましたし、まあ、しっかり押し切れているので、気持ちも体もこういい状態でまたさらに明日の方が良くなるのかなと思います。まあ、昨日のレースなんですけど、まず切ったところ、まあ、的場選手に叩かれて脇本選手をさばいたという話になりましたけども、あれすごいペースでのさば、まあ、きだと思いますけども、あれはもうとっさの判断でという形ですかね。そうですね、まあ、バイク師匠のバイク使いながらもあのような練習というのはしてますし、まあ、ただレースでなかなかそういう場面になることが今まで多くなかったので、まあ、ただ昨日うまいこと出せてよかったなと思います。やっぱり先行だけでなくいろんなことも取り入れていきたいっていうのはあるんですか。まあ、あれも的場さんを出させる気はなかったので、まあ、出られてしまった時にっていうので、まあ、出られたら終わりではなく、まあ、そこからもこうしっかり自分で位置取って二の足三の足っていうのを使えるようなまあ、そういう練習もしてきているので、まあ、あれはあれで良かったのかなと思います。まあ、昨年この大会を優勝されて、まあ、今回呼んでいただいて感謝しているというふうに言ってられましたけども、この横浜町のバンクは2走してどうでしょうか。もう本当にこう去年に続いて思い出深いバンクで、すごくお客様の声援も高くて好きなバンクですし、まあ、昨日は昨日のレースで、まあ、今日はしっかりこう押し切れてよかったなと思います。わかりました。この後はなんかセッティングを見直したりのケア中心にはありますでしょうか。まあ、セッティングはそのままで、まあ、より明日の方が強い気持ちを持ってまた明日しっかり力出し切れるように準備したいなと思います。わかりました。はい、では、準決勝それから向けて最後に意気込みをお願いします。はい、昨日今日と温かい戦ありがとうございます。準決勝でも、しっかり自分の力また出し切って頑張ります。応援よろしくお願いいたします。